チュニドラ、明日からソフトバンクと本拠地3連戦。無事を祈る。金満球団と戦うんか。ホークスキラーの木下はおるんか。バンテリンは苦手なんよ、ホークス。副祖父強そう。今年は違うって言ってるじゃないですか。テラスに甘えとる偽りの強力打線。有原はヒロトで勝ち確定やし、大関東はマなんて余裕で打てるし、普通に3立てやろ。D 竹がでいなくなったし、近藤に気をつければ余裕で勝てるわ。ホークスが負けたら金のないチュニドラ以下になるの。バンドでソフバンの打力落ちるかもしれないけど、それ以上にチュニドラの打力落ちるからな。近藤にボコられて終わりやろな。オリックスには勝てたけど3戦とも打線冷え冷えやでな。首位やったカープが柳田抜きで3立て食らったのに、中日がどうやって勝てるんや。どことやっても大して打てないから、通常運転でそこそこ前線しそう。打し冷え冷えで柳田離脱ならいけるやろ。ホークス相手には普通に強いぞチュニドラ。割とマジで勝ち越し狙えると思う。バンテリンらしくそつまらん塩試合やりそう。今週ホークスにも楽天にも勝ち越して交流戦優勝あるで。三森と牧わらと柳田がいないホークス今度を対策すればバッチシですよ。ご視聴ありがとうございました。